あとちょっと気になったのが、これね、ラジオネームね、オーガニックね。渡部篤郎さん主演の陰りゆく夏という映画が公開発表されたのですが、そこで元 AKB センター前田敦子さんが風俗嬢役を演じることになったそうです。常盤貴子さん、吉高由里子さん、沢尻エリカさんに続きおっぱい出してくれるのでしょうか。佐々木希さんのように風俗嬢役なのにおっぱいを出さない、しらけたことにならないよう祈っております。はい。確かにそうですね、これはやっぱりなんかね、こんなこと言うとね下品だとかね、いやそれは作品性を見てくださいとかね、そういうこと言うんだけど、風俗嬢役って大々的に出してね、意欲的なちょっと挑戦だなみたいなこと言うんだったら、やっぱりおっぱい出さないとダメですよ。風俗嬢役でおっぱい出さないなんて、そんなことある？まあまあまあ、ちょっとまあ納得はあんまいかないですね。いかないでしょ。出てた方がなんか納得するというか。だったらもう謎のレディ役でいいよ。謎のレディ。謎のレディ。謎のレディ役だったら別におっぱい出さなくてもいいよ。あ、なんかそうなのかな、よっとしたら。はい。なんかこれ口のなんか白いシャツのところにイソジンついてるもんなーつって。ちょんちょんちょんとイソジンついてるってことは、あ、なるほどな、風俗嬢役かなとか、想像させてくれるんならいいよ。別にその謎のレディ役前田敦子って書いてあってね、余計気になるんですけどね。いやそれはだからいいだろ。風俗嬢役ってバーンと出したってことは、やっぱりそれなりにやっぱりプレーをしてもらわないと、そうですね、ちょっと困るよね。まあまあ困るというかね、いやそれを期待して期待はしてますよ。やっぱり劇場に足を運ぶ人にとってみればね、そうですね、どうなってんのかな。でも多分これはおっぱいは出ないと思うよ。まあ出ないでしょうね。まあ出ないでしょうねと思われたら、やっぱり女優終わりだね。ああなるほど。ひょっとしたらあるぞと思わせてくれないと。そっか。でもあんまりこの前田敦子ちゃんはね、あの人ひょっとしたら出すよねって思わせないとね。ああ、それでもヒヤヒヤ感ないですけどね、彼女には。なんかやっぱり、あれと一緒よ。なんていうのかな、お笑い芸人とかでもちょっと生放送とかでさ、ちょっとドキドキするのってさ、なんか生放送でおかしなことすんじゃないっていう雰囲気があったりさ、そういうのがあるでしょ。ありますね。ある人がまあドキドキするじゃない。しますします。プロレスラーでもそうよ。この人ひょっとして今日ちょっとなんかあれちょっと段取りと違うことやって問題起こそうとしてんじゃない、生放送の小川直也みたいにとか。それドキドキするわけ。生放送のいいとこ。そうやっぱり女優もそうだよね。ひょっとしてこの人おっぱい出すんじゃない？いや生じゃないからもう。いや生じゃないけど映画でね。映画で、ああ。やっぱ俺やっぱそこがポイントだなって思ってるよ。やっぱりどっかそういう風に思わせぶりというか、ちょっと危ない。あれどっちっていう。はい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 。やっぱりなんかだってさ、そうだな、じゃあ誰がいいかな、今で言うところの田中邦衛さんがさ。はい、田中邦衛さん海外のさ作品に出演っつったらさ、チンポ出すんじゃね思うかな、思いますかね。思うよ。田中邦衛、いやそういう感じないんですけどね、田中邦衛さん。海外の映画ってチンポ隠さないからね。ああまあね、僕はじゃないですよね。そうだから、いやだからってことはないですよ。やっぱだから田中邦衛さんっていい役者なのよ。チンポ出すんじゃねえかなと思う。北の国からでもそうだろう。北の国からってなんかドキュメントっぽいから、こうチンコ出していいんじゃねえって。なんでチンコばっかり気になるんですか。田中邦衛さんこのチンコ出すぞって思う時あるだろ。いや俺ないっすね、田中邦衛イコールチンコはないっすね。だから前田敦子もこれもう長嶋が言ったね、もうさっきどうかねって、いやまあ出さないでしょうけどねって断じたよ。もちろんそれじゃダメなのやっぱり。前田敦子だったらひょっとしたらあるかもねって思わせないとね。思わせないと。それは有吉さんの仕事でもないですけどね。俺はやっぱりそのやっぱもう今までの過去からも俺チンコ出すタイプだからね。出すタイプだから。だから映画俺が風俗嬢役だとしたら俺出すよね。いや来たら出すかな。あいつ前張りつけてないぞっていう。はいはいはい。ちょっと長嶋とはちょっとずっと先週から噛み合わないんだよな。噛み合わないですかね。そうですね。ちょっとね、なんかやっぱお前が常識にとらわれてんだよな。なんかロック T シャツとか着てる割には、そうですね、ちょっと日本っぽくなりすぎた。俺の方がやっぱり最近ちょっと英国っぽいよね。あ、そうですかね。やっぱね、俺の方がやっぱちょっと、やっぱ俺の方がパンクだなと思う。ああ、パンクで、そうですね。僕鎖国してますね。ちょっとそうかもな。ダメですね、なんかね。やっぱ田中邦衛のチンコが見たいなって思わない。すごいすごいですよ、それはやっぱり。俺田中邦衛のチンコが見たいからね。言ってますよ、それは。かなり言ってますよ、それは。いや、それは追いつかないです、さすがに。前田敦子のおっぱいが見たいだけじゃないの。田中邦衛のチンコも見たいし、前田敦子のおっぱいも見たい。ね、そういうことなの。さすが性の万能者ですね。性の万能者じゃないよ。作品を見たいんだ。作品を見たい。作品を見たい。いいものを見たいな。そうですね。はいはいはい。ちょっとお前みたいな日本人と話ができない。ちょっと一旦ブレイクしよう。ありますね。ある人がまあドキドキするじゃない。しますします。プロレスラーでもそうよ。この人ひょっとして今日ちょっとなんかあれ。ちょっと段取りと違うことやって問題を起こそうとしてんじゃない？生放送の小川直也みたいにとか。それドキドキするわけで、生放送のいいとこそう。やっぱり女優もそうだよね。ひょっとしてこの人おっぱい出すんじゃない？いや、生じゃないからもう。いや、生じゃないけど映画でね。映画で、ああ。やっぱ俺やっぱりそこがポイントだなって思ってるよ。やっぱりどっかそういうふうに思わせぶりというか、ちょっと危ない。あれ？どっち？っていう。はい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 。やっぱり。なんか、だってさ、そうだな、じゃあ誰がいいかな、今で言うところの田中邦衛さんがさ、はい、田中邦衛さん、海外のさ、はい、作品に出演っつったらさ、はい、チンポ出す。あとちょっと気になったのがこれね、ラジオネームね、オーガニックね、渡部篤郎さん主演の「陰りゆく夏」という映画が公開発表されたのですが、そこで元 AKB センター前田敦子さんが風俗嬢役を演じることになったそうです。常盤貴子さん、吉高由里子さん、沢尻エリカさんに続きおっぱい出してくれるのでしょうか。佐々木希さんのように風俗嬢役なのにおっぱいを出さない、しらけたことにならないよう祈っております。はい、確かにそうですね。これはやっぱりなんかね、こんなこと言うとね、下品だとかね、いやそれは作品性を見てくださいとかね、そういうこと言うんだけど、風俗嬢役って大々的に出してね、意欲的なちょっと挑戦だなみたいなこと言うんだったら、やっぱりおっぱい出さないとダメですよ。風俗嬢役でおっぱい出さないなんて、そんなことある？まあまあまあ、ちょっとまあ納得はあんまいかないですね。いかないでしょ。出てた方がなんか納得するというか。だったらもう謎のレディー役でいいよ。謎のレディー。謎のレディー。謎のレディー役だったら別におっぱい出さなくてもいいよ。あ、なんかそうなのかな、ひょっとしたら。はい。なんかこれ口のなんか白いシャツのところにイソジンついてるもんなーっつって。ちょんちょんちょんとイソジンついてるってことは、あ、なるほどな、風俗嬢役かなとか想像させてくれるんならいいよ。別にその謎のレディー役前田敦子って書いてあってね、余計気になるんですけどね。いや、それはだからいいだろ。風俗嬢役ってバーンと出したってことは、やっぱりそれなりにやっぱりプレーをしてもらわないと。そうですね。ちょっとんじゃね思うかな、思いますかね。思うよ、田中君。いや、そういう感じないんですけどね、田中君。海外の映画ってチンポ隠さないからね。ああ、まあね、昔じゃないですよね。そうだ、だから、いや、だからってことはないですよね。やっぱだから田中邦衛さんっていい役者なのよ。チンポ出すんじゃねえかなと思うの。北の国からでもそうだろう。北の国からってなんかドキュメントっぽいから、こうチンコ出していいんじゃねえって。なんでチンコばっかり気になるんですかね。田中邦衛さん、このチンコ出すぞって思う時あるだろ。いや、俺ないっすね。田中邦衛イコールチンコはないっすね。だから前田敦子もこれもう長嶋が言ったのよ。くしくもさっきどうかねって、いやまあ出さないでしょうけどねって断じたよ。もちろんそれじゃダメなのやっぱり。前田敦子だったらひょっとしたらあるかもねって思わせないとね。思わせないと。それは有吉さんの仕事でもないですけどね。俺はやっぱりそのやっぱもう今までの過去からも俺チンコ出すタイプだからね。出すタイプだから。だから困るよね。まあまあ困るというかね、いやそれを期待して期待はしてますよ。やっぱり劇場に足を運ぶ人にとってみればね、そうですね、どうなってんのかな。でも多分これはおっぱいは出ないと思うよ。まあ出ないでしょうね、まあ出ないでしょうねと思われたらやっぱり女優終わりだね。ああなるほど。ひょっとしたらあるぞと思わせてくれないと。そっか。でもあんまりこの前田敦子ちゃんはね、あの人ひょっとしたら出すよねって思わせないとね。ああそれでもヒヤヒヤ感ないですけどね彼女には。なんかやっぱり、あれと一緒よ。なんかなんていうのかな、お笑い芸人とかでもちょっと生放送とかでさ、ちょっとドキドキするのってさ、なんか生放送でおかしなことすんじゃないっていう雰囲気があったりさ、そういうのがあるでしょ。